私の娘クリは DRPLA という脳が萎縮していく病気を患っています。遺伝性で進行性、治療法はありません。クリは寝たきりの状態です。夫千秋さんはこの病気で5年前に亡くなりました。私は治療法を見つけたくてお花、家族を書きました。娘を救うことができますように。第2章、幸せな家族。私たち家族は本当に幸せだと思う。たくさんの方に優しさをもらっている。ご近所の K さんはクリのためにパンを焼いて持ってきてくれる。クリは犬が好きなので犬を連れてきてくれる人もいる。近くの方も遠方の方も力になってくれようとする。ありがたい。それでもやっぱり泣いてばかり。病気が分かってでも誰にも話していなかった頃、私は夜になるとお使いに行ってくると言ってはパーキングに降りて行って、車の中で一人でビービー泣いていた。夜どうしても眠れなくって天井を見上げて、どうかどうか助けてくださいと叫んでいた。今は一人じゃない。多くの人が一緒に祈ってくれている。ありがたい。だけど涙は止まらない。ダメだね。 YMCA にクリを迎えに行ったら、リーダーのレイチェルが、今日は2回転倒してとてもアンバランスだったからずっと部屋の中で DVD を見せてたよと教えてくれた。クリはレイチェルを本当の姉のように慕っている。今日はレイチェルから携帯番号を聞いた。クリが眠れないとき電話してもいい？レイチェルの声を聞くと安心すると思うからと言うと、いつでも家まで行って寝かせつけてもいいから電話してと言ってくれた。ありがたい。しょうがない。泣くのはやめられないけれど、また笑うんだ。希望。クリ、朝にまたもや発作。仕事をキャンセルし、二人で面倒を見る。メイクアウィッシュという団体がクリの夢を叶えてくれ、ディズニーワールドに行く予定になっていた。でもドクターストップがかかった。歩けなくなる前に連れて行ってやりたいと思っていたのに、クリの夢だったのに、たった一つの希望だったのに。泣くなよ泣くなよ。私、上を見上げていれば泣かないで済むから、一日ぐらい泣かないで頑張れ。クリだって辛いんだから泣くんじゃない。私